グルタル酸血症2型は、ミトコンドリア内の電子伝達フラビンタンパク質及び、ETF 脱水素酵素の先天的欠損により、生じる疾患である。グルタル酸、尿症2型、マルチプルアシル COA 脱水素酵素欠損症とも、呼ばれる。幅広い臨床像を取り、新生時期に、極めて重篤な代謝性アシドーシス等で発症し、早期に死亡する例から、 入幼時期に代謝性アシドーシスや低血糖、筋力低下として発症する症例、成人期に発症し、筋痛、筋力低下を契機に診断される症例もあって、特に近年タンデムマススクリーニング法により、成人例が見つかるようになって、以来、人生における診断時期は様々である。常染色体劣性遺伝する。難病法により、指定難病となった。 ミトコンドリア内の ETF およびエトフィーの先天的欠損が原因となる。原因遺伝子にエットフ、エットフブおよびエトフィーがあり、それぞれはタンパク質として ETFα、ETFβ よびエトフィーに対応する。ETF およびエトフィーはミトコンドリア内における β 酸化経路を含む複数の脱水素酵素反応によって生じる電子を電子伝達系に供給するため、 この反応が阻害されることで発症する。日本における患者数は100人未満とされている。ありがとうございます。